はい、どうも、楽しみ食飯の時間ですよ。今日はね、こちらでございますよ。はい、久留米、大砲かな、久留米大砲ラーメン書いてるか、大砲って大砲書いてる。赤豚骨混ぜそば、赤豚骨混ぜそばでございます。昭和28年創業、すごいね。はい、これです。いただきます。これびっくりしたよ、最初。このざく切り高菜っていうのちゃんと読んでなくて、しかも袋を最初出してね、2袋ソースとこのふりかけとで出して、こうやってお湯入れて切るときに、このこれが湯切り口にビタッとくっついたんです、内側から。こういうのが高菜たちが、それなんか入ってるぞと、そういうことで驚きました。いただきます。なんか入ってるよと気づかなかったもんですから、しかも最初から入ってる方式とかね、思わないじゃない、あんまないからね、そんなしょっちゅうあるもんじゃない。いただきます。はばしゃい、いい香り。ああ。うん、あーいい、うん、あーちょっと辛いわ、確かに。高菜いいね、ざく切り高菜いいね。ちょっと多いんだな。うん、あー美味しいね、辛いね、すするとむせちゃうんだよな、分かっててもやっちゃう。元々かなこれ。違うでしょ、乗っかってるよこれね。ちょっと汗かいてるもん。あれ、失礼しました。大砲赤豚骨混ぜそば、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。